あれ、帰らないの高木さん。いや、傘もカッパも忘れちゃってさ。ドジだね、高木さん。なぜこんなことに。落ち着け。緊張しているのがバレたらまたからかわれてしまうぞ。とにかく何か喋らなきゃ。高木さんって案外ドジなのかい？確かにちょっと忘れっぽいかも。高木さんが認めた。これはいける。今日こそ高木さんをからかえるぞ。今もちょっとど忘れしてることがあってさ。へえ、ど忘れに。今こうして二人で一つの傘を使ってるこの状況ってなんて言うんだっけ。何？あ、あいあい傘。聞こえないなあ。あとあれは？カップルが愛情表現のために唇と唇をくっつけるやつ。あ、雨止んだね。勘違いされちゃってもいいよ。君とならなんて思ってたっていらないけどね。机の距離よりもっと近くに感じていたいの。君をね。テレビアニメからかい上手の高木さん、2018年1月放送スタート。